それでは河野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のこの維新のですね、大阪府議団の代表が、同僚の維新の女性の市議にストーカーをしていたという話ですけれども、これはまたちょっと後で聞いていきますが、記事が出た後に維新の会は、ほぼ事実であるということを、認めて、当該の議員に、厳重注意処分をしたというような動きがあったと。ということで、じゃあ一体これはどういうことなのかということを詳しく聞いていきたいなと思います。まずですね、このストーカーをしていたんではないかという疑惑がかけられているのは、大阪府議団の代表の笹川修さんという府議ですけれども、これどんな人物なのかというのをまず教えてもらえますか？ちょうど5月8日にこの府議団の代表に就任したばっかりの人も、大阪の北野高校って結構進学校、橋本徹とかが出たところの高校を出て、関西大学の大学院まで行って、リクルートの社員、何年かした後に、当時29歳の、当時なんか最年少と29歳で2011年に府議に初当選して、現在4期目、41歳の、議員で、それで、結構府議団の政調会長なんかも、務めてきて、維新の抱負です、ね。と言われてる、人物ですね。で、プライベートでは、3人のお子さんを持つ既婚者でもあるということですね。いわゆる維新の中では、結構経歴的にもエリートと言っていい存在なんですかね。そうですね。やっぱり、もともと、日本維新の会自体が大阪維新の会っていう、地域政党が、元になって、場合によっては、府議団の影響力っていうのは非常に強いわけで、国会議員たちにも影響力を非常に及ぼしてたんです。その代表、ということで、党幹部の一人というふうに言えるんじゃないか。で、そんな笹川さんですけれども、女性議員への、パワハラというか、セクハラというか、ストーカーというか、そういった疑いがあるということが、分かったということですが、この笹川さんに、そういった被害を受けていたというのが、この2015年に初当選した宮脇のぞみさんという方ですね。これは女性の大阪市議ですけれども、じゃこの方がまずどういう方なのかっていうのを教えてもらっていいでしょうか。宮脇さんも、大阪のですね、四天王寺高校っていう、割と女子校のなんか名門って言われてるところの出身で、大学も国立大学でなんか生物を学んだ割と優秀な方で、外資系証券会社なんかに勤務してて、その時、モデルとしても活動してて、非常に背も177センチ、非常にモデルとして活動してるぐらいで、美人市議というふうに、地元で言われてる人で、今3期目の、女性議員です。2020年に市議会で、現在の夫となる人物から過去に性感染症をされた体験を告白して、非常に性教育の重要性を訴えたことでも、その時話題になったんですが、人物ですね。今なんかちょうど、ご妊娠またされてるみたいで、双子のお子さんが今、お腹の中にいるというふうに、ツイッターで、この、宮脇さんがですね、笹川さんから被害を受けていたということなんですけど、これどんな内容だったのか教えてもらっていいですか？はい。宮脇さんが初当選したのが、2015年なんですけども、その直後ぐらいの出来事なんです。当時、この宮脇さんは東淀川区の選出の大阪市議会議員だったということなんですけども、そこで、先輩、同じ地元の先輩でいたのが、笹川府議だったわけですね。ちょうどその府議と市議は選挙で、競合しないってこともあって、先輩の府議が結構その後輩の市議を面倒を見るっていうのはよくあることみたいなんですけれども、当時から宮脇さんは佐川さんにパワハラやストーカーを行為をされてると、周囲に漏らしてですね、維新の関係者ですとか、地元の関係者なんかに相談しているっていうことが、具体的に言うと、当時、独身で一人暮らしだった宮脇さんの自宅を、この笹川さんが深夜に訪れてですね、インターホンをしたりとか、それで反応がないと、LINE や電話で引き出しに、連絡をして、もう LINE も来て、電話も来て、メッセージも来て、電話が鳴りやまなくて、みたいなことまで言ったみたいですね、周囲にね。で、結構笹川さんに片思いされてるみたいなことを、言ってて、宮脇さんがすごく怖がってたのが、夜に事務所で、だから商店街の中にある事務所だったみたいなんですけども、そこで作業してると、ガラス張りのこの事務所だったみたいなんですけど、外で、笹川さんが